あ、今回はローラーですか、お嬢様。そうそう、今回はこの、バリアブルローラーを使っていくよ。なんて。バリアブルローラー。え、お姉様最初なんて言いました。うるさい、簡単だよ、悪い、ダメなの。別にそこまで言ってない。バリアブルローラー、プ。笑うな。今回は全員でこの武器を使っていくということですね。そういうことになるね。前回のローラー対決の時このローラーだけ使ってなかったもんね。よし、コロコロしていくよ。最初のマップは天美術大学です。手荷物のはバリアブルローラー。やめてフラン、それ以上言わないで。わかりましたよ、もう言いません。ならよし、試合開始ですね。まずはこうバシャバシャか。そして、コロコロだ。コロ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 。コロコロしすぎ。左サイドをどんどん塗っていきますね。やっぱりローラーは気持ちいいね。綺麗に塗れるからね。敵さんはこちらにはまだ来てないみたいです。インク補充インク補充。あ、敵さんだった。私と一対一だと、敵出してやるわ。お姉様当たってないよ。こっちは罠でこうやって引くのが狙いだ。ナイスキルですよ、嬢様。いや、絶対まぐれだったでしょ。あ、わかんないか、私のこの綿密に狙われた作戦か。どこが綿密に狙われた作戦なのか不安にはさっぱりわかんない。まあ敵さんを倒せたんですから。正面にローラー発見。タケスリー。あ、もう一人。サラミ君のは聞いてないよ。ですがその前のローラーさんはちゃんと倒せてましたよ。立て振りする時間もなくやられちゃったね。ま、後ろから敵さんどんどん来てたし、今のはちょっと無理っぽかったね。お嬢様はスーパージャンプで前線に戻るみたいです。着地。そのまま降りて前に出る。ローラーさんと衝突します。やったー、来てたー。なんか残酷なこと言ってるね。敵さん全体に落ちしてます。とりあえず上に登ろうね。敵さんは姿見えないね。だったら上からこう立て振りで塗っていこう。お嬢様、味方さんのやられたコールが。そこか。さあ一気に降りてまずは一人引き倒す。ね、構えも、いいじゃん。あ、スライドで、下がったのは死ぬ。ここも引いた。まるでストーカーのごとくまとわりついていったね。ストーカーって言うな、ストーカーって。お嬢様囲まれてます。あ、これは無理。完全に敵さんがこっちに寄ってたね。ダイナモのやつ許さない。敵さんのローラーに復讐心を燃やしてるね。さっきまで敵さんチームにピンチマークついてたんですけど、いつの間にか消えてるね。イカジャンプは今使っても意味なさそうだね。近い距離に味方3000人固まってますからね。ここで残り時間半分を切るよ。甘いは逃がさない。近距離の縦振りが直撃しました。ただ味方さんが2人やられちゃってるね。さまだ今も、そこから生きて帰れると思うなよ。でも縦振り当たってないよ、お姉様。今から当てる。お嬢様が距離を詰めます。隠れてることなんてわかってるよ。一旦インクの外に出して、出たとこを引いたね。そのまま左サイドを塗っていくみたいです。吉野がここを塗っておけばなんとかなるはず。ただ後ろから敵さんが来てる。つけられてたか。お嬢様は全く気づいてなかったですね。あいつ忍者だったか。いや、お姉様が気づかなかっただけでしょ。あ、右サイドで味方さんがダブルキルしてる。人数に差がついたここを一気に行きたいですね。マップは右サイドも左サイドも敵さんが取ってるね。まずはここを塗ってるやつを止めないとね。上から一気に降りてそのまま引いて敵さんをキルです。敵さん今かなり驚いたと思うよ。私の場所を塗っているのが悪い。お嬢様左サイドを塗っていきます。そしてスペシャルウェポンのスプラッシュゴムピッチャー。敵が来てる。足元にスプラッシュゴムを投げておけば安心だね。お姉様、全然安心できないんだけど。あっておかしいな。急に爆発した後に後ろから来ましたね。なかなか敵もやるね。お姉様がダメなんじゃ。違います。私はダメじゃないです。まあいいんだけど、それよりお姉様もう30秒切ってるよ。見たところ中央は取ってますかね。でも敵がいる。まずは上に登るという判断みたいだね、お姉様は。敵さんはいないみたいです。いたら引いてあげようと思ったのに。あれ、ちょっと待って。それ届くの。動けない。この時間がない時に何やってるの、お姉様。だって届くと思ってなかったんだもん。そういう時もありますよ、お嬢様。だけどもう10秒切っちゃってるよ。落ちてまだなんとかなる。まずは、いかじゃーん。落下地点に敵さんが。ギリギリで倒されてないね。あ、ごめん、倒されてた。フィニッシュです。結果はどうなったんだろうね、お姉様。間違いなく私たちの方が多いね。いや、今回も圧勝だったな。ちょっと私が強すぎたかな。お姉様負けてるよ。ちくしょう。でもかなりの接戦でしたよ。確かにかなり接戦だったんだね。さすがに後半やられすぎたか。今回のリザルト画面です。確かにお姉様後半結構やられてたね。それじゃあ次だよ、次。次は妹様の番ですね。マップは強ダメ増減か。ま、フランがお姉様にバリアブルローラーの使い方を教えてあげる。そこまで言うなら見せてもらおうじゃない。妹様は右側のルートから行くみたいですね。まずはここをコロコロコロ。コロ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 。フランもコロコロしてるじゃん。は、これがローラーの魔力。ローラーって恐ろしい武器なんですね。手に持ったものはみんなコロコロ言いたくなる。む、敵さんがこっちに来そうだね。近づいてきてますね。これはかなりピンチだね、フラン。ここを降りてきたところに、ドカン。妹様綺麗に合わせていきましたね。まずい、ハイパースレッサーがフランを狙ってる。なんとか逃げるフラン。逃げ切れますかね。こっちには普通の敵さんもいるの。どうやらハイパースレッサーは終わったみたいだよ。妹様はスプラッシュゴムピッチャーを使ってますね。ははは、全員突っ込んで。ただ当たりはなかったみたいだね。っていうかもうあんなところに敵さんか。フランの場所を見つけたのだよ。引いて倒しましたね。最初の横振り外した時はやられたと思ったんだけど、なんかぐるぐる回ってたね。倒したからいいもん。左サイドはどうやらスピナーさんが見張ってるみたいですね。さすがに射程に差がありすぎてあそこは無理だね。フランは上から中央に行こうとしてるね。敵さんにはバレてないみたいです。一旦止めて。上から地獄を見せてあげる。あ、外した。
か。そのまま二人に囲まれてやられてしまいましたね。上から何を見てるって？うるさいですよお姉様。気を取り直して次行きましょう。味方がどんどんやられちゃってるね。しかもかなり押されてる。もうすぐそこまで敵さんが進行してきてます。これはどうにかしないとまずいね。フラン、わかってますよ。まずはお前だ。そうやすやすとフランの陣地に入れると思わない方がいいよ。後ろから引いていきました。まずは左サイドから奪還するかな。でも敵さんが、なるほど、向かってくるか。それなら壁に登ってドカーンで、敵さんが妹様の姿を見失ってるその隙を突いて、多分フランが壁にいたことにあの敵さんは気づいてなかったね。くっ、またハイパープレッサーが飛んできてる。そしてまた上から行くみたいです。さて、今度は抵抗するかな。姿は見えた。上からドカーン。そのままドーン。上から縦振りで倒して、そのままもう一人を引いて倒しました。流れるような気だったね。ははは、爆発だ爆発。さらにスプラッシュゴムピッチャーです。あれ、そんなところに。ただここは敵さんに止められちゃったね。大丈夫大丈夫、その間に味方さんが何とかしてくれる。味方さんも3落ちしてしまってます。これは本格的にまずいんじゃない？まだ時間は1分以上ある。そうです、諦めずに行きましょう。右サイドに敵さんが見えてる。さらにここで味方にピンチマークがつく。今見えたよお前。容赦なく押しつぶす妹様。そしてお前も逃がしはしないよ。フライス動きも良すぎだ。上から打ち下ろされてるね。あれはバレンスピナーさんですね。あいつもやる。ただしかしここは返り討ちだ。完璧に見られてましたね。カバーに入った味方さんもやられちゃったね。早くなんとかしないとまずい。あ、ですがマップ中央で味方さんが頑張ってくれてます。ダブルキルしてたね。スーパージャンプで戻る。着地。あ、敵さんが入れ違いになったね。上の味方さんと相打ちになったみたい。中盤ゴムに当たったみたいですね。そのまま右サイドに降りるフラン。あ、これ完全にバレてる。そう、タイミングが悪かったですね。もう残り時間は25秒を切ってるね。まだまだこのままじゃ絶対終わらないよ。マップにいる限りでは先ほどよりは押し返せてますが、いや、もう中に入ってきてるよ。そこで好き勝手させない。どうするんですか妹様。本当にどうするのフラン。そうだな、ここだ。縦振りが当たりました。敵の体力が少なくなってたからあれで倒れたのか。あとはお前がスクリーン。さあフランの攻撃は届くのか。届ける。あ、残念。ここでフィニッシュです。最後は縦振りか横振りにするべきだった。そしてまあ試合結果は見ればわかるっていう感じだね。かなり押し込まれてしまいましたね。次は勝つ。かなりボコボコにやられちゃったね。こういう日もありますからね。わかってるよ昨夜。それじゃあリザルト画面だよ。お姉様よりはうまく使えたし満足。はぁ、何言ってるの。それでは最後の試合です。さすが昨夜、切り替えが早い。最後のマップはバッテラストリートだね。バリアブルローラー頑張って使ってみます。昨夜は使いこなせるのかな。さあ、どうだろうね。まずは縦振りでだんだん進んでいくね。右から行くみたいだよ。まずは鉄砲に塗っていきます。縦振りで大雑把に塗るね。でもちゃんと直線に塗れるからね。昨夜全然コロコロしないね。もしかしてコロコロ調じゃないの。なんですそれ。ちゃんと私もコロコロしますよ。ほら、なんか微妙じゃない。微妙だね。なんでですか。冗談。またフランが勝てた。それを言うならお姉様でしょ。私は大丈夫ですから。スラッシュゴムピッチャーを使います。マルチミサイルが飛んできてる。余計ツゴムを投げる昨夜。敵さんの姿が見えてます。であれ、どこに行ったんでしょう。多分昨夜の右側だね。クイックゴムが飛んできたね。ここは一旦引きます。こっちからもギリギリしてたね。さらに敵さんが来てる。この距離ならやれます。無警戒のところを引いていったね。最初の横振り当たってたから気づくと思ったけど、こちらを見ることはなかったです。昨夜橋の上に敵がいる。倒しに行きます。さあまたもや昨夜が後ろから迫る。引かせてもらいます。また昨夜ローラーの犠牲者が。なんだそれ。リンクを補充します。このまま橋の上から攻めていくみたいだね。この縦振りは当たんない。隅っこに隠れてしまいましたね。昨夜が一旦下がってスプラッシュゴムピッチャー。橋の上からポンポン投げていくね。若干こっちに帰ってきてる気がするんだけど。いつもの後ろから敵さんが。一人は昨夜が倒してもう一人は味方さんが倒したね。前に進んだけど敵がいるよ。これはちょっと下がらないとまずそうです。必死に逃げる昨夜。逃げ切れるかな。どうやら逃げ切れたみたいだね。味方さんもいたので安心です。でも後ろから来られたのにあんまり塗られてはないですね。確かにそうだね。前方にスプラッシュシールドを投げる。ラピッドブラスターさんの攻撃が届いてますね。ここから昨夜はどうするかな。とりあえず様子にしてるみたいだね。前に敵さんが二人見えてますから進めませんね。さあこの均衡は一体どこから崩れるのか。ここで敵の実戦が一気に突っ込んできた。これはちょっとまずいです。逃げるように引いていく昨夜。だけどまだ落ちてきてるよ。これはどうしましょう。逆に迎え撃ちます。昨夜決死の飛び込みで敵さんを倒す。ギリギリの体力だったね。敵さん倒せてよかったです。敵さんのインクが出てきてるのが見えてるね。昨夜が狙ってる。ここです。だがこの攻撃は当たらない。さらに縦振りをしようとしたとこを返り撃ち。さすがに血が多すぎましたね。縦振り中は無防備だからね。ここで残り時間1分を切るよ。味方さんにピンチマークがついてる。いつの間にここまで塗られてたとは。ここから降りるのはちょっと危険ですね。昨夜違うルートを選択。今はどこから降りても危険そうだけどね。必戦さんが見えました。でも今もう一人見えてたよ。ラピッドブラスターさんもいましたか。必戦さんは倒せたけどやられちゃったね。もうここまで悠々と入ってきてるね。これは正面からはいけそうにないですね。あの右サイドから行ってる味方さんについていきましょう。スーパージャンプで飛んでいくみたいだね。一発逆転の裏取りになるかな。いや、ここもどうやら見られてるみたいだよ。先に行っ
していた味方さんがやられてしまいました。ブラスターの姿見えてるね。倒しに行くのかな。ここまでやられて黙ってるわけにはいきません。さあ昨夜が降りた。立て踏みでブラスターさんは倒したけど、今の攻撃見るとかなり囲まれてましたね。完全に包囲されちゃってるね。これはちょっときつそうだね。ま、マップが敵さんの色でいっぱいです。しかし残り15秒、諦めませんよ。最後の最後までやる気を見せる昨夜。まずはここをコロコロしてと。あ、イカスピアだ。これは無視します。イカスピアを追わないで昨夜は塗る。あ、さすがコロコロ昨夜。コロコロ昨夜って何ですかお嬢様。あ、死んだ。これはノータイムアップだね。フィニッシュ。結果を聞くのが怖いです。見事に敵一色。さっきのフランの時と同じだね。もっといろいろなところから行くべきでしたかね。っていうか今回全員負けたの。全員負けたことなんてあったっけ。多分なかったかと。うん、まあ今日は全員ついてなかったね。だね。ですね。ってことで今回はこれで終わりだよ。それじゃあまたね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。